アーテックの光の差し込む絵に黒い画用紙をプラスしてステンドグラス風に仕上げましょう。まずプラ板と同じサイズの黒い画用紙の周りぐるっと一周1センチぐらいのところに色鉛筆で印を入れます。印が外に来るように8つに折りましょう。切り取りたい模様を色鉛筆で描いたら、切り取るところにホッチキスを何箇所か留めます。線に沿ってハサミで切り取ります。全部切り取ったら折り目をしっかり伸ばしながら開いていきます。細かい模様を切り取るときはカッターナイフを使いましょう。小さい穴は画鋲で開けることができます。色鉛筆で線を描いた方からボンドを薄くつけます。この上にプラ板を重ねて、その上からセロファンを貼っていきましょう。セロファンは重ねて貼ってみて、時々光に透かして色の出具合を見てください。細かく切って貼ったり、形に合わせて切り取って貼っても構いません。好きな形にセロファンを切り取って重ねて貼りましょう。光を通してみると色の重なりや形が浮かび上がって見えます。曲線を使って切り取ると柔らかい感じの作品になります。形や色を工夫して自分だけの作品を作りましょう。